どうも、岸です。こんばんは。新しいこと、新しいこと、そしてハゲに戻るということで、次回は漢字にするんですけれども、ちょっと一回間を挟んでお伝えしたいことができたんで、今日は動画を撮らせていただいております。で、まあ、今日の動画なんですけれども、先日バルクオムのシャンプーを使ったレポートの動画を上げたと思います。バルクオムを買って使ってみた。イエーイ、バルクオム、イエーイ。少なしっとりはすごいですね、肌が。で、それの後日談をちょっと今日はおしゃべりさせていただきたいなと思っております。で、それからちょっとね、いろいろ情報をゲットしまして、バルクオムっていうものについて、まあ、改めてびっくりすることとかもあったので、ちょっとそれもね、合わせてお伝えしたいなと思っております。今日は一人です。ではまず、僕が使った後日談っていうのをお話ししたいなと思います。まあ、なんで今のタイミングでこの動画を撮っているかっていうことにもつながるんですが、バルクオムのシャンプーはパウチで届くんですね。なので、この容器に詰め替えました。こんな感じでね、もうがっつり固まってるんですよね。もう全然落ちてこない。もうかなりねっとり固まってるような状況なんですけども、まあとりあえずは詰め替えましたと。で、詰め替えたんですが、こんなにもうさ、ねっとりしてるもんだから、パウチから全部入りきらなかったものがあったんです。まあ残りカスみたいなもんですね。で、それをやっと使い終わりましたという感じです。で、これね、結構使うのに時間がかかりました。本当にこの部分ぐらいにしか残ってなかったんですけど、それでも8回でやっとこれがなくなりました。なので、分量に関しては少なく取っても使えるっていうことが分かりました。まずそれが1点で、もう1点、やっぱりシャンプーって長いこと使ってみないと分かんない部分ってあると思うんですけれども、1週間ぐらい、まあ要は8回分ぐらい使ってみての感想を言うと、結構いいなっていうふうに思います。まず油とかに関して言うなら、普通のシャンプーよりも確かに洗浄力は弱いかなっていう気はするんですけれども、なんか油の分泌量だったりとかっていうのは、なんかね、増えたとかも減ったとかもないし、なんならちょっと減ってるかなっていう気もしております。まあちょっと今急に寒くなってきて乾燥もしてきたっていうのもあるんですけれども、そんなに油の分泌量が増えたなっていう感じはないです。だから洗浄力がちょっと弱めでも全然問題ないなっていう意味で、まあ例えばちょっと油が多くてちょっと薄毛に悩む人とかも、別にそんなに問題なく使える商品だなっていうのが使ってみての感想でございます。で、あともう一つね、使ってみての感想なんですけど、女子受けするみたいな歌い文句で言ってると思うんですけど、これちょっとね、まあマイナスっていう意味ではないんですけど、なんか思ったほど匂いが残らないというか、そんなに強い匂いではないので、清潔感のある匂いっていうことで言えば、まあ確かにそうなんだけども、じゃあその香りでふわーみたいな感じにもならないので、思ってるほど女子に対しての匂い攻めっていうのはできるものではないんじゃないかなっていう気はしてます。匂い攻め。シンプルにもう頭皮に優しいシャンプーっていう印象です、今の僕の1週間ぐらい使った感想が。で、このバルクオムに関して違う話になるんですけど、びっくりしたことがあって、正直これを買ったきっかけっていうのも YouTube 広告でさ、よく出てくるから、結構なんかこう言い方これしかないんで、こういう表現をするんですけれども、うさんくさいな、印象があったんで、まあ、それの、まあ、突撃レポートみたいな、僕の中ではちょっと闇を暴こうみたいなイメージで買った商品ではあったんです。だけど、まあ、実際に使ってみて別に全然闇はなかったっていうのもそうなんですけど、じゃあなんであんな広告出すんだっていう風に思ったきっかけがあって、なんか最近ですね、このバルクオム社が CM にですね、あの国民的スター木村拓哉さん、かっこキムタクを起用したんですよ。これすごくないですか。今まで YouTube 広告でてん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 、ちょっと言い方悪いんですけど、まあ
として出てきたあの会社がキムタクを CM に起用するっていうのが、まあ、要はそんだけ儲かってるっていうことだろうと思うんですけど、ただバラクオムの動画のコメントにもちょこちょこっとあったんですけど、で僕自身も本当にそう思ったんですけど、 CM って本当大事だなと思って、キムタクが出てるから、あ、じゃあこの商品ってやっぱ大丈夫なんだみたいなことを思っちゃうんですよね、こっちは。だからなんであの CM をいっぱいやってんだ、本当にいい商品であるならばもう、まあ、先行投資じゃないけど、もう肌からキムタクとかさ、菅田将暉とかそういうのを起用して、で信頼のあるものだっていうのを示せばよかったのに、なんであんな感じにしたのかなっていうのが一個疑問にはあったんですけど、まあこうちっちゃいところからのし上がっていってっていうことで言えばわかるんですけど、でもそう考えるとすごいイメージって大事なんだなと思って、まあそこはね、企業の戦略もあるんで、まあ素人がね、であだこうだ言ったところでっていうのもあるんですけど、でも本当に改めて CM の効果っていうのを実感したっていうことと、もう一つね、バルクオムってさ、やっぱネットで買うっていうイメージがすごい強かったと思うんですけど、なんかね、この前ふとドンキに行ったらバルクオムが置いてあったんですよ。まあシャンプーはなかったんですけど、もともと洗顔とかボディーソープを押していたんで、それが売っていたんですけれども、ただやっぱバルクオム頑張ってるなと思って、でそこのドンキのところにもキムタクのポスターがあって、それと一緒にバルクオムが並んでたんですけど、送料込みで3,850円、かなり高いです。やっぱりだからそれだけ実は自信のある商品だったんだろうなっていうのが今になって伺えるものなので、まあ、それでもいい商品も悪い商品ももしかしたらあるかもしれないんで、まあ使ってみてっていうところはあるんですけど、でも少し信頼度は増してるんじゃないかなっていう気がしてるっていう報告です。以前より逆に今の方がなんかちょっと回り始めてる状況で、まあ、皆さんやっぱ興味を持ってる商品なんだろうなっていう思うし、いや本当にこれ紹介してくださいってやってるわけではないので、本当にプライベートで好き勝手にレポートをしているだけなので、もしかしたらイメージを下げることも言ってしまう可能性もあったんですけど、全然概ね問題ない商品だと思います。です、やっぱだから値段は結構正直だって思いますけども、ただね、それに付け込んで騙すというか闇な部分もあることもあるので、やっぱり消費者の方が気をつけて買わなければいけないし、僕自身もまあ発信する側として、まあ、なるべく信頼できる情報にしていかなければいけないな、まあ、消費者を守るって意味でもちゃんとした情報を伝えていかなきゃいけないなっていうのも改めて思ったっていうお話でございました。そんな感じでまあ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 、でここからまたちょっと使ってみて、まあ、これから冬っていうのもあるし、保湿とかもね必要になってくる時期になりますので、積極的にこれを使ってさらっとなんか思うことがあればまたお伝えしたいなと思っております。ということで以上キッシーでした。ということで、正直にこいつ喋ってんなと思ったら、ぜひグッドボタンお願いします。そしてこれから漢字コンテンツも合わせてやっていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。で次は、何もなければ漢字のコンテンツをお届けしたいと思います。では